この時間は IPO の時間になります。本日東証スタンダード市場へ新規上場されました証券コード 146A コロンビアワークス株式会社代表取締役中内仁さんにご出演いただきます。上場おめでとうございます。ありがとうございます。大変賑やかなセレモニー。ありがとうございます。ということで、まずは御社の事業内容からお話し頂戴できますか。はい、私も不動産開発がメインになっておりまして、はい、いわゆる不動産開発サービスと不動産運営サービス、大きくこの2本に分かれております。はい、で不動産運営サービスの方はホテル運営やアセットマネジメント、あと賃貸管理といったような各種サービスを行っております。幅広いですね。はい、はい、私もいろんな全てのアセットタイプというかいろんなものを作ってますので、ほとんどのものに対応できているというような形でございます。はい、で売上の比率で見ていくと、はい、不動産開発の方が多い。そうですね、はい、約 95% が不動産開発で、残り 5% が不動産運営サービスという形になっております。そうすると不動産開発っていうのは、出口のところで一括して売上収益が上がる、はい、それから不動産運営ってなると、毎月なのか半年なのか、表現は悪いですけどチャリンチャリンと入ってそういうビジネス、そういうビジネスです、はい、ビジネスですね。で開発もこれ三類型あるってことですか。はい、はい、開発の方は通常の自社の開発型というものがあるのが1点と、もう1点はSPC を使った、はい、ファンド型という目的会社ね、はい、を使ったスキームがあって、はい、こちらは1回私も BS 大宿大衆から不動産を切り離した上で開発するというスキームがあります。はいはい、あともう1個ソリューション型というモデルもございまして、そちら私のノウハウというのを他社さんに提供するというような形で行っております。はい、で2つ目のお話になりますが、事業内容のところ、はい、多様な収益ポイントとなってます。はい、自社開発型については竣工後私もの PM というかですね、グループ会社で管理を受けたりしていることがございます。でファンド型については建設中のところでコンストラクションマネジメントフィーを獲得して、その後アセットマネジメントフィーとか、はい、ホテル運営報酬とかそういったものを受け取ることがなります。これ時間軸でいくと自社開発型ですと1年半から2年半ぐらい、はい、それからファンド型ソリューション型についてはおおむね半年から1年後、こういう時間軸で考えていいですか。はい、そうするとファンド型ソリューション型の方がやや時間軸は短いと。そうですね、約半分ぐらいになります。なるほど、はい、というところと、いろんな物件拝見させていただきたいんですが、結構おしゃれですね。はい、私もデザインかけるサービスというのをかなり押し出しておりまして、はい、こちら の書いております左側のトータルビューティーマンションは、とても入居しただけで美人になれるというのをコンセプトにしました。素晴らしいコンセプト。、はい、これパーソナルジムがついてまして、こちらは入居者様は使い放題でパーソナルジムを受けれるというのと、はい、セルフエステとホワイトニング、はい、こちらも提供しておりまして、かなり美をテーマにしたマンションでございます。これ結局だから入ってる方は手軽に運動できたり、はい、それからエステに携わった行ったりできる、はい、どっちかというと健康意識の増進。そうです、健康意識増進です。単なる住宅ではないということですね。そうですね、またこちら案件については近くに駒沢公園もあってですね、はい、そこでいろんなランニングとかそういったこともできるような形になっております。壁打ちテニスもできる。そうです、おしゃれな場所ですね。はい、で、もう一つこの右側がねすごい面白いなと思ったのは朝食付きマンションってやつ。はい、こちら目黒で行った案件なんですが、はい、こちら私もホテルの運営も行ってまして、はい、私も京都で行っている朝食をホテルの朝食メニューを持ってきておりまして、はい、お客様入居者の方が朝食を毎日食べられるというような形の、はいコンセプトでやっております。これは入っている方はやっぱり高収入の単身者とかディンクス。そうですね、ということですね。はい、でそうなるとやっぱり朝の時間はみんな有効に活用したい、はい、ということです。こちらコンセプトとしては朝活マンションと。朝活マンション。はい、で今さりげなくおっしゃいました京都のホテルでやっている朝食を持ってきた。はい、ものすごく朝楽しみになりますね、住んでる方。もう朝早起きしていただいて朝の時間有効活用していただくというようなコンセプトでこちらを作ってまして、一応各住戸に体重計もしてまして、日々体重もチェックしていただける健康増進も。でそうすることによってこれ興味深いのは、はい、その賃料もちょっと高めでも入ってもらえるし、はい、それから稼働率高いですよね。
稼働率そうですね、こういう形 の、 いわゆる企画付きのサービス付きマンションというのはですね、もう竣工前にほとんど正直入居者決まってまして、はい、いろんなメディアに取り上げられるんですけど、その時はもうほとんど空いてないっていうのがあれいいなって問い合わせを受けてももうないんで次お待ちください。それ人気ですよね。そうですね。ということは、はい、まあ仕入れの価格が合えばこういったものを提供するとあとは結構うまく回る。そうですね、かなりの稼働率が高く、はい、空いたらすぐ埋まるというような状況でございます。まあ、こういう特徴ある物件をお作りになっているということで、その他の案件ってどんな感じですか。はい、私もいろんなオフィスであったりとかホテルであったりとかちょっと変わったところで言うと健診センター、はい、こちらセントラルクリニックセンターがやって書いてますが、こちらは会員制の富裕層向けの健診センターでございます。はい、まあ、入会金が300万円で1回50万円という、はい、ちょっと高いですけど中小企業のオーナーさん向けの、いわゆる富裕層向けの健診センターになっております。でも行きつけの健診センターになるわけでしょ。ですね、駅はまあまあ近いんですけど基本的にお車でお越しになる想定でこちら五島美術館の上野毛のちょっと住宅街の中にあるんですが車で来るような想定をしております。まあ、駅から近いというより行きつけいつも行けるそうですね、はい、だから知ったところに行けるわけですよね。そうですね。セントラルクリニック世田谷、はい、それからこれはあとはオフィス、はい、ホテル外神田のホテル外神田ちょうど外神田と今京都でやっているのがいわゆるアートホテル、いわゆるアーティスト部屋丸ごとアート空間と見立てたような形でアーティストさんにこう描いていただいて作っていただいてそれをホテルとして運営しております。あと興味深いのが札幌のホテル、はい、札幌もホテルをやっております。はい、もう札幌も京都もインバウンド含めてすごい人気の高いところですね今。そうですね、90% ぐらいはやっぱり外国の方がお使いになっていただけるっていう。でこういうバリエーションがあることによって、はい、土地の仕入れだとかそういう時に競争力はやっぱり強いって見ていいんですか。はい、私も特に土地を取得することから始まるのですが、はい、そこであんまり苦労したことはなくてどちらかというと今回の上場もそうなんですけど、資金調達というところが大きな要因となっております。どっちかというと不動産業というと仕入れが全てみたいなところがあるじゃないですか。要するに来年、はい、再来年の売上が目処が立つというのは仕入れにかかりますよ ね、はい、そうですね。そこで苦労がないとやっぱりいいですよね。ありがとうございますと思います。さてそういう面で業績はどんな感じですか。業績は私も昨年の2023年12月期で約144億円と、はい、まあ、コロナ中ではありましたが21年22年と安定した成長を遂げてきております。ちょうど23年、はい、昨年が約3割ぐらいの売上高利益成長。そうですよね、はい、安定的とおっしゃいますけども前期見ると 前年比売上 31.3% 経常利益 28.4% 増、はい、ということで2桁の増収増益で着地されてきましたということですね。はい、現状の業績動向と今後の見通しこれはどんな感じでしょうか。はい、今期は売上約200億で経常利益で約26億円を予定しております。で、まあ、パイプラインとしてはですね、全て確保しておりましてあとはどのタイミングで売却していくかというような、流れになっております。やっぱりバリエーションが多いっていうのはいいですね。そうですね、私もちょうどコロナ期間中はですね、はい、住宅の開発が増えたんですが、今ちょうどホテルの開発とかを今始めているところでして、はい、そういったものがまた来年再来年と収益化していくというような形になっております。はい、さてそういう中でトップの目から見て、はい、自社の強みってどんなところですか。やはり私もかなりマーケティングを行って、はい、顧客をかなり絞って、はい、ある意味かなりなんていうのとんがったっていうかですね、はい、商品を企画開発するというのをモットーにやっております。であともう一個他社がやらないことをやるというのを一つ念頭に置いてやってますもんですからそこが今お客様に評価していただいているというふうに考えております。つまり最終着地するための前の段階のマーケティングですとか、はい、これも入念におやりになっているということですし、はい、でその結果でやっぱり社会のニーズに応える事業構築型不動産、はい、つまり私もが呼んでます。土地は1個だけど、はい、バリエーションはたくさんあるよねと、はい、そこは知恵で考えていくていう。そうですね、ですね。でちょうど私もぐらいの規模の会社で約1案件10億12、3億とか20億内外なんですが、はい、そこで全てのアセットタイプをやるって会社はなくてですね、はい、私もそこがやはり一番強みになっているかなというふうに考えております。はい、でそのマーケティングですけどもこれかなり綿密ですよね。そうですね、仮説を立てて何度も検証しております。
で実際あの入居者というかあのサービスが始まった後もそこの、まあ、採点というかですね、あのそこをまた次の開発に生かすような形にしております。つまり一つの案件をやることによって次に生きてくる、はい、っていうことを、まあ、検証しながら実践して、はい、やっていかれてるということで、そうするとやっぱり解決する課題というのはその中でいろいろ見えてくるから、次の作品というか、はい、案件で良くなってくる。そうですね、利用率とかもそこもかなりチェックしますもんですから、はい、あとはあれですか、やっぱり事業パートナーも重要。重要です。あの当然私どもが全てのサービスを提供するできるわけではないものですから、そこの事業パートナー探しも同時に並行して常時やっております。そしてお互い、まあ、あの入られる方も含めてウィンウィンウィンの関係になる、はい、ということですね、はい。今後のビジネス展開ってどんな感じでお考えでしょうか。あの先ほどちょっとお話したところもあると思うんですけど、ちょっとコロナ中住宅の方がかなり増えたっていうのがあったんですけど、はい、どうしかっていうとやっぱり住宅の方がボラティリティというかですね、ちょっとホテルアセットがですねコロナでちょっとやはりなかなか厳しいところがあったので、はい、そこをストップしたところがございまして、ちょうど今年から再開する予定でございます。あとアセットマネジメント会社というのを立ち上げまして、ここから許認可が年内に取れるものですから、はい、そこを拡大していくというような予定になっております。でアセットマネジメント会社ができることによって開発物件がパイプラインに乗ってくる。そうですね、はい、ということですね。そうですね、将来のフィー収入というか先ほど申し上げた不動産運営サービスにつながっていくという考え方でございます。ということは一つ一つ全く無駄がない経営をされている。はい、私もエコシステムと呼んでますが、それを不動産エコシステムと、それをエコシステムと呼びになるわけ、はい、それ重要ですよね。はい、そうですね。要するに同じ時間を過ごすんであれば将来につながる時間を過ごして、これはまあ役社員みんながおっしゃる通りでございます。でそれが案件物件に結びついてきて、でさらにそれがまたこういう繰り返しになってきていると。そうですね。あと先ほど申し上げたサービスとかいうのも経年でやはりチェックしていかないと利用率がどう変わっていくかっていうのも見たいものですから、はい、そこにどうしてもアセットマネジメント会社っていうのは欠かせない存在だなと思っております。だそういう意味ではやっぱりその人気の高い日本の不動産を単なる土地ではなくて応用編として付加価値をつけて提供しているのが御社だと、こういう理解でいいわけですね、はいはい、ということで、投資家さんに最後メッセージを頂戴できるとありがたいんですが、はい、はい、あの本日はどうもありがとうございました。まあ、当社創業以来あの私どもの会社用語でありますが、あのユニークなものを作るということでユニキベーションと呼んでおりますが、そういうことを掲げてあの新しい開発、新しい取り組み、新しいサービスを行ってきてまいりました。まあ、あの今回上場本日いたしましたが、ここをまあ第二創業期と捉えてですね、今後もそういう開発に邁進したいというふうに考えております。今後も引き続き応援していただけると幸いでございます。ありがとうございました。何しろあのコロンビアワークス、コロンビアはコロンブスに由来すると伺いましたので、はい、どんどん頑張っていただきたいと思います、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。